たっちゃんおはよう。黒いテレビの前にポンちゃんはわかるでしょうか。わかるね。はい、ジャン君おはよう。アンズちゃんおはよう。遊びたいのね。ちょっと待っててね。はい、かおりんちゃんおはよう。かおりんちゃんは朝ですね、ここの、1階の爪研ぎの上にいたんですが、恒例の朝掃除ですねのトイレを掃除するときに逃げませんでした。ずっとここにいっぱなしでしたね。だんだん度胸ついてきたんじゃないですか、かおりんさん。はい、シャワー言ってもいいよ。だんだん近づいていこうね。それからカリカリあんまり好きじゃないね。ウェットはよく食べますがカリカリは残してます。昨日はそういえば全部完食してたのよね。さあ、じゃあ今日からはい、完全に目隠しなしの生活が始まります。よっ、ちょっと触れちゃったね。はい、これがかおりんちゃんのお城になります。はいはいはい、はい、じゃあこれでもう少し距離を詰めていこうと思います。はい、かおりちゃんも来ましたね。はい、遊びの中から仲良くなるっていうのは一つの手ですね。
ちゃんはあんずちゃんでたくさん撫でて、膝の抱っこができるようにしたいので、ここへ来たら撫でられちゃうんだよ。入れる前に取られちゃう。ほら、はい、こちらの2人は安定の仲良さですね。どうぞ、邪魔しちゃったね。カオリンさん、カオリンさん、あなたは人になれたらすごく可愛がられると思うよ。ちょっとずつ慣れていくからね。あ、いいね、カオリンさん、カオリン、あ、いい子だ。
ンズちゃん踏まれちゃうよ。はい。アンズちゃんママっ子だね。これすっごいシュリシュリしてるからご飯が欲しいのかと思うとそうでもないんだね。そうだね。不思議だね。はい、まだ何も誰も言ってないじゃん。お腹が空いて腹が立ってんの君。パンパパ。はい。面白いあずちゃん。足の間に入って一緒に来ました。うん。はい、おいでおいで。はい、おいで。はい。はい、かおりんちゃん。どうぞ。お腹空いたね、ごめんね。はい、トッピングしたよ。美味しいのトッピングしといたよ。どうぞ。うん、そうだ。美味しいね、美味しいよ。かりんちゃん、おいで。おい、そうなの。うん、言ったってしょうがないのにね。どうぞ。ご飯だよ。どうぞ。あれだね、はいだやつお掃除しるんだね。お掃除するよ、かおりんちゃん。どうぞ。見ない見ない。あんずちゃん、そこにいるのにそこで食べる。はい、どうぞ。はい、ご飯ね。でもさっきね、ジャン君とポンちゃんのカリカリ食べとったから大してお腹空いてないのね。さっきポンちゃんがね、残ったちょっとのカリカリを食べてたから先にあげちゃったの。ジャン君ポンちゃんにね。その後、アンズちゃんも食べてました。いいでしょう。